どうも、こんにちは、こんばんは。チャンネル登録者数1万人を目指す朗読チャンネルを運営している一万です。えー、本日もこのコーナーでは今日朗読していく作品を紹介していきたいと思います。そしてすぐに本編をご覧になりたい方は概要欄からスキップできますのでそちらをご利用ください。えー、本日読んでいくのは甲賀三郎作郵便車の惨劇です。 紺ヶ、えー、三郎はですね1893年生まれ1945年没の小説家です、えー、郵便車というのはですね今あんまり見なくなったんですけど、まあ、お手紙とか小包とかを鉄道で運んでいたんですねその列車の車両が郵便車というものなんですねちょっと今見なくなったところが舞台なので、えー、そういうふうにイメージしていただければなと思います えー、そしてですね甲賀三郎といえば探偵役のキャラクターをシリーズで何作か登場させるっていうことが多かったんですけどこの郵便車の惨劇に出てくる探偵は、えー、この作品だけに出てきます。で、えー、この作品にしかその探偵が登場しないということが面白みの一つになっていますので、えー、そういうところも楽しみながら聞いていただければなと思います。 それでは改めまして本日朗読していくのは高賀三郎作郵便車の惨劇ですそれでは本編をどうぞ高賀三郎郵便車の惨劇 開かない郵便車。上り3島特別急行は午後8時45分1秒の狂いもなく東京駅に滑り込んだ私はもう諦めてはいたが言いつけられていた通り汽車がいまだ止まりきらないうちにプラットフォームに飛び降りて降りてくる客を監視した列車内の不快な蒸し暑さに比べて外は 息も凍るように寒かった箱根を越える時にちらちらと降りかかった雪の名残が薄く列車の屋根に敷いていた品川にも新橋にも停車しない汽車なので降りる客はかなり混んでいたしばらくは迎えに出た人たちの探し回る苛立たしい足音や赤棒を呼ぶ声出口に急ぐ人たちなどでひしめき合っていた しかし、か23分のうちにそうした人群れは消えてしまってプラットホームはひっそりとした私は同伴者の私立三帝杉原清に会うために汽車に沿うて全部の方へ歩いて行った杉原は約束通り全部の方に頑張っていたが彼のそばには思いがけなく制服の警部が立っていたやっぱりダメでしたね杉原は 私の顔を見ると言った。いませんな。私は苦笑いしながら答えた。もっとももう諦めてはいたんだが。ご紹介しましょう。杉原は言った。こちらは警視庁の捜査課の柏木警部ですよ。私が頼んでおいたので、様子を見に来てくれたのです。柏木君これが斎藤弁護士です。 この列車に乗り込んだ形跡があるというので杉原さんと大阪から追跡しましたがどうも乗っていない様子なので私は言ったそれは残念でしたな警部は簡単に言った私たちはある大金の解体犯人を探しに行ったのだった私は依頼人から 大阪方面へ高飛びした確証があると聞いたのである人の紹介で杉原市立探偵に援助を請うて2人ではるばる大阪まで行ったのだったが犯人はどうもこの列車に乗り込んで上京したらしいというので早速後を追うて乗り込み東京に着くまでくまなく車内を探したのだがそれはついにとろうに終わったのだったどうも残念だったよ。 杉原は警部に言ったもし乗り込んでいたらここで君に取り押さえてもらおうと思ってわざわざ来てもらったんだがねおや杉原は突然ここで言葉を切った彼の目は我々の立っていたところから少し前方の郵便車に注がれていたおかしいですね郵便車の戸が開かないようじゃありませんか 郵便車の前には郵便物を受け取りに来た係員らしいのがしきりに戸に手をかけて力んでみたり戸を激しくたたいてみたりしていたが中からは少しも返事がないらしいのだった我々はつかつかと郵便車の前に行ったどうしたんだね柏木警部が聞いたどうも戸が開かないんですよ 叩いても返事もしないんです。係員は不安そうに言った。まさか寝てるわけでもないんでしょうがね。一人かね。中にいるのは。何、二人いるはずなんですよ。向こう側へ回ってみたらどうだ。杉原はこういうが早いか、郵便車と手荷物車との間のデッキに足をかけて、向こう側へ抜けようとした。 柏木警部はすぐその後に続いたが係員と私はぼんやりとそれを見送っていた2人の姿はすぐ向こう側に消えたやがてガラガラと郵便車の戸が開いて杉原が顔を突き出したが彼は明らかに非常に興奮していた向こう側の戸には鍵がかかってなかった彼は早口に言った 容易ならんこことが起こってるすぐ駅長を呼んでくれたまえ係員と私は恐ろしい予感に襲われながら中を覗き込んだ中には一人の男が長々と横たわっていた彼の顔にはハンカチがかぶさっていた車の床にはチラしいものが点々としていて郵便物の袋が乱雑に倒れていた あ、野崎だ係員は叫んだやられたのですかうんこれは乗務員じゃねえ倒れている男のそばに立って覗き込んでいた柏木警部が言ったクロロホルムでやられているが死んではいないかもしれんまだ見込みがある口頭ですきっとそうです 赤光能が破られています。車内を見回した係員は叫んだ。うん。警部はうなずいた。そうらしく思われる。君はもう一人乗務員がいると言ったね。ええ、平澤という男ですが、いませんか？いない。どどうしたんでしょう？ただならぬ様子に。 プラットホームで仕事をしていた駅員たちが駆け集まってきてすぐに急が駅長室に伝えられたので老駅長は顔色を変えて飛んできた医者をすぐ呼んでください警部は言った承知しました老駅長は言ったそれから郵便車はすぐ切り離して退避線へ入れた方がいいでしょうね 噛み切った指運のいい男です。駆けつけてきた医師は倒れている野崎を診察しながら言った郵便車は待避船に入れられたので辺りには関係者がいるだけでひっそりとしていたもう10分も遅いと回復しなかったかもしれませんな何しろ強烈な麻酔剤を嗅がされていますからな 医者は巧みな手つきで野崎を抱き上げて制服のボタンを外した別に外傷はないようですな唇です唇も噛みましたから。肺のように青白い顔をしてこんこんと死んだように眠っている野崎の食いしばった唇からたらたらと一筋の血潮が顎に引いていたおお。 食いしばった口をこじ開けた医師は異様な叫び声をあげたが、やがて彼は口の中に指を入れて変にしらちゃけた棒状のものを取り出した。ああ<っ>、私は思わず叫んだ。野崎の口から出てきたものは生々しい一本の指だった。犯人のでしょうね。医師は言った。 誰も答えるものはなかったが無論誰の考えも同じだった犯人が突然後ろから野崎に飛びかかって麻酔剤の染み込んだハンカチを彼の鼻に当てた時に野崎は必死と抵抗して犯人の指を食い切ったものに違いない大丈夫です確かに回復しますしかしここでは何ですから 駅長さんの部屋にでも静かに置いてやったらどうでしょう医師は言い続けた回復する見込みがあればそうしてください警部は言った回復してから詳しいことが聞けるでしょうからしかし動かす前にちょっと調べておきましょう警部は野崎の倒れている位置を目で測った後彼に近づいて 服についた結婚の有無や、破れた箇所などを詳細に調べて。最後に彼の左の腕を取り上げてはめていた。腕時計をじっと眺めた。止まっているかね？杉原は聞いた。うん、ガラスが壊れて秒針が飛んでいる。8時30分で止まっているよ。やがて野崎は？ コンコンと眠っているまま担ぎ去られていった柏木警部と杉原探偵は黙々として郵便車の中を隅々まで探し回った私が見ていると杉原は線路の方に向いていた戸口のそばで何かごく小さいものを拾い上げて素早くポケットに入れた警部はそれに気が付かないようだった問題は もう一人の乗務員の平沢の行方だてやがて一通り探し回って車の中ほどに立った警部はつぶやくように言った君はすぐにに部下に命令して。警部のつぶやくのを聞きつけた杉原は彼のそばに近寄りながら言った線路の付近を探させるんだね無論横浜と東京の間で多分6号の鉄橋付近の 東京に向かって左側を探させれば何か見つかるだろうよ平沢はその辺で車外へ突き落とされたというんだねうん君は時計の止まっている時間から思いついたんだねなるほど8時30分頃にはこの汽車は6号にかかっていたことになる時間だけではなくて今あの鉄橋は補強工事の最中だね汽車は徐行することになっている だから飛び降りるのにも便利だからね。なるほど。それにこの車はプラットフォームに向かった右側の扉には中から鍵がかかっていて、左側の方には鍵がかかっていなかったのだから、犯人は左側の方から出入りしたというわけだね。よろしい。早速そ六号側付近を調べさせることにしよう。柏木警部は傍らにいた駅長を振り向いて、 今お聞きのとおりですから早速線路を見回るように申しつけてくださいませんかと言った承知しました蒲田駅へ依頼しましょう駅長はうなずいて行こうとした警部は慌てて呼び止めたそれからついでに警視庁へ報告してください蒲田駅を中心に非常線を張らなくてはなりますまい私がここにいることと 現場がちょっと離れられないということを言っておいてください君が行って報告したらどうだ僕は何も一人になったからって君に迷惑になるようなことはせんよ杉原はにやにや笑いながら言った何君がいるからどうというわけじゃないもう少しここを調べてみたいんでねそれは君のご自由だしかし僕は非常線などは必要はないと思うよ えそれはどうしてだ何ただそう思うだけなんだよこの車の中にはいろいろ証拠となるようなものがあるからね例えば麻酔剤の瓶血痕麻酔に使ったハンカチそういえば君は野崎の顔にかけてあったそのハンカチをよく見たかね杉原はさっき医師が無造作にはねのけて床の上に置いたハンカチを刺した 見たことは見たが隅についている文字を読んだかねそれは多分洗濯屋でつけた印だろうと思うがえ柏木警部は今まで気がつかなかったものと見えて慌ててハンカチを拾い上げたうん<ー>警部はうなった「なで平沢」と書いてある。 そうするとこのハンカチは平沢のものだなまあそう思えるね杉原が冷然と言った時に駅長が入ってきた蒲田駅と警視庁へ電話をかけましたよ彼は言ったそれから野崎はどうやら意識を回復してきましたからもう23時間もすれば口がきけるようになるだろうということです それからその破られている赤硬貌ですがその中には大阪から託送されたかなりの現金と化学表記になっている宝石類が大分入っていたそうです。うーん。熱心に話す駅長の言葉を上の空に柏木警部はしきりに何事か考え込んでいた。 足場にかかった死体一通り調べが済んだので郵便車には駆けつけてきた柏木警部の部下を残して番号させ一同は駅長室に引き上げた野崎は少し小気づいてきたようだったが未だ意識は不明瞭で時々苦しそうなうなり声を上げながら次の部屋に横たわっていた駅員が番茶などを運んでくるうちに

よろしい、すぐ行く。駅長はガチャリと受話器を置いて、私たちに語り続けた。平沢はやはり六号の鉄橋のところで突き落とされたんですね。あそこはもっか補強工事のため足場が組んでありますから、下まで落ちないで途中に引っかかっているらしいんです。すぐお出かけになるでしょうね。柏木警部はうなずいた。 それから30分ほどたって、午後10時近く、私たちは現場に到着した。現場では焚き火の火がどんどん燃えて死体の番をしながら火を囲んでいる23人の係員の姿が異様に揺らめいていた街灯の襟を深く立てて橋桁を踏みながらこわごは下を覗くと足場の板の間に挟まって黒々と 死体が横たたわっていたその下には真っ黒な濁流が音も立てないでとうとうと流れていた柏木警部検士の医師杉原などが足場を伝って死体の横たわっているところまで降りていった私も危なかしい足取りでその後に続いた。みんなは無言で 狭い足場の板の上に押し並んだ医師は黙々として検視を始めた手提げ電灯に照らし出された死体は爪りの制服を着た2445の青年で落ちた時にひどく打ったと見えて頭部はすっかり血に浸って顔は反面血にまみれていた頭部の裂傷が死因ですな。 やがて医師は言った飛び降りる時に撃ったんですかね警部は聞いたさあ詳しいことは言えませんがまあそうでしょうなしかし頭をぶっつけたとするとおそらく一度レールか手すりにぶっつけてもんどり撃ってここへ落ちたんでしょうというのは 頭部の裂傷はよほど硬いものにぶっつけたのだと思われますしこの死体の様子から見てここに落ちた時にはすでに死んでいたものと考えられますからなるほどね杉原は言ったもしここへ落ちた時に死にきっていなかったらもっともがいた跡とかいのぼろうとしてひっかいた爪の跡とかがあるはずですね血の垂れ具合から言っても、 いいた形跡がないそうですよ医師はうなずいたこの板にぶっつかって即死するとは思えませんから一度途中で手すりにでもぶっつかったのでしょうでもこのとおりかたく握って一向あがいた形跡がありませんおや医師はぎょっとしたように死体の手を見つめた 指が一つありませんよ。右の人さし指がそう言われてみると死体のかたく握りしめている右手には指が1本欠けていたでは私は思わず叫んだそうです宣告野崎がかみ切って口の中に入れていた指は この男のかもしれません。合わしてみればすぐわかるでしょうが。意外な発見に柏木警部は急に緊張した。彼はかがんで、しきりに詳しく死体を調べた。やがて立ち上がった。彼は医師に言った。野崎はもうそろそろ口がきけるでしょうか？そうですね。 ここから帰りつく自分には多分意識を回復していると思いますよ。ではすぐに帰りましょう。野崎の話さえ聞ければ、この事件は多分解決されると思いますから。探偵の思想。私たちが再び駅長室へ帰ってきたときには、医師の予想した通り。 野崎はほとんど意識を回復していた彼は柏木警部の尋問に答えてぽつりぽつりと次のようなことを語り出した8時15分に横浜駅を発しますとあとはもう停車駅はなく東京駅に着くばかりですから私は退任を無事に果たした喜びと明日一日の休業日の嬉しさで くくししていました。助手の平沢も同じように喜びながら隅の方でせっせと通常郵便物の整理をしていました8時半頃そうですもうそろそろ6号の鉄橋にかかる頃でしたからそのくらいの時刻だと思うのですが私は床の上に下ろしていた腰を上げて もう一度よく整理ができているか見ようとしますとその時に不意に後ろから踊りかかって腕を私の首に巻きつけたものがあります私は必死に抵抗しました相手の手に噛みついたような気がしますがそのうちに私はどうしたのか気が変にぼーっとしましたが そのまま倒れてしまったのでしょう。そのあとのことは少しも覚えておりません。その誰かが背後から飛びかかったという時に、ひらさわはどの辺にいたのかねさあ、彼は私のちょうど背後にいましたので。君はひらさわを呼んだろうねはい。 一生懸命に彼を呼びましたけれども何分いきなり首を訳されたものですから思うだけの声は出ませんでした平沢が悲鳴を上げるのが聞こえなかったかいいえそんなものは聞きませんでしたが平沢がどうかされたんですかでは悲鳴のようなものは聞かなかったんだね 君の背後から締めたという人間はどんな服装だったね君は少なくとも腕を見たはずだがはい洋服だったと思います色合いや字は色合いは紺か黒かでした字はよくわかりませんがサージみたいなものでした相手の顔は どんなだったね。顔は全然わかりません。なにしろ突然背後から飛びついたのですから。君は今でも犯人の洋服の袖は覚えているかね？はい、覚えているつもりです。それでは。おや。柏木警部は並んでいた。人々の顔を見渡して妙な顔をした。 杉原君はどうしたかね。言われて初めて気がついた私は慌てて辺りを見回したが確かにたった今までここにいて野崎の陳述を熱心に聞いていたはずの彼はいつの間に姿を消したのか影も形も見えないのだったたった今までここにいましたが私はきょとんとして言った確かに。 今しがたまでいまましたでかね警部は同じ言葉を繰り返しながら不審そうに前を潜めたがやがて彼はそんなことに関わっておられないというふうに再び尋問を始めた「君はその前に車内に誰か入ってくるのを見なかったか」「見ません」「車の音はすっかり内部から鍵がかけてありましたから」 誰も入れないはずです確かに鍵がかけてあったかねはい確かです君は首を絞められながら平沢はどうしていると思ったかねどうもそんなことを考えている余裕はありませんでした何しろ突発的に気球が迫ったのでしたからでは今は 平沢はどうしたと思っているか。今になって考えてみますと彼もおそらく同じ運命にあったのではないかと気遣っていますことによるとくせ者は2人で私たちに1人ずつ飛びかかったのかもしれませんそれとも平沢は無事なんでしょうかさあ無事とはいえんな 君は今、くせ者は2人かもしれんと言ったが、君は前に、車内には絶対に外から誰も入れないと言ったではないか。それは、その通りですけれども。では、くせ者が2人というのはそれは、私の単なる想像なんです。君は。柏木警部は。 じっと野崎を見つめながら。君に飛びかかったのが平沢だったと思わんかね。え、平沢ですって。野崎は腑に落ちないような顔をしたが、やがてはっと思いついたように顔色を変えた。平沢が。ままさか、彼が私に飛びかかったのだとおっしゃるんじゃないでしょうね。 よろしい。警部は彼を遮るように言った。また改めて聞くかもしれんが、今夜はこれだけにしておく。警部はそう言って隣の駅長室に引き上げた。食い切ってあった指はやはり平沢のものです。医師は言った。次に駅長が柏木警部に向かって、赤のの中から、 現金の包みと宝石箱を入れた包みが紛失しているそうです。と言った。警部は部下を返り見た。杉原君はどこへ行ったのか。探してこい。疑惑。杉原はとうとうその夜は姿を見せなかった。その夜ばかりではなく。 翌日も行方は不明だった。私は例の解体犯人の事件があるので彼に会いたいと思って方々を探させたが事務所や自宅には無論どこを訪ねてもいなかったそうして彼の行方は不明のまま23日経ってしまった一方郵便車の事件はその間にほとんど真相が判明したすなわち 野崎を襲撃した犯人は同社していた助手の平沢で彼は大阪から貴重品が積み込まれたことを知ってひそかに機械を狙っていたが記者が次第に東京に近づくので気が気でなくついに非常手段に訴えることにして油断を見すまして背後から野崎に飛びかかって首をやくしながらかねて用意していた麻酔剤を浸したハンカチを鼻と口に当てた。 野崎の必死の抵抗で彼は右の人差し指を食い切られたが屈せずとうとう野崎を昏睡状態に陥れたそれから彼は血の滴る手で赤効能を破り中から目的の貴重品を取り出して汽車が6号の鉄橋にかかって折からの補強工事中のために徐行したのを幸いに彼は無論このことをあらかじめ知っていたのだろう 飛び降りて逃走しようとしたが闇夜ではあり目測を誤って頭を鉄橋の手すりに打ちつけもんどり打って下の足場の板の上に投げ出されたものである盗み取った品はその時に川中に落としたものと思われるのだったこの推測はかなり確かであった貴重品は大阪で積み込まれ 箱根を越すまではいまだ日があったので夜を待つ関係上強行が洪水伊東で行われなければならんことにもうなずけるし用心厳しく内側から鍵のかかっていた郵便車に外から犯人が忍び込むことは不可能だしもっとも戸は1つだけ鍵がかかっていなかったがそれはむしろ平沢が逃走の目的で開けたのでもしその戸から犯人が侵入したものならたとえやられるまでも 平沢や野崎が気が付かないはずはないのであるそれに何よりも動かすべからざる証拠は野崎の顔に当ててあったハンカチが平沢のものであることと平沢の食い切られた指が野崎の口の中から現れたことで平沢の犯行は動かすべくもないただ一つの不思議は関係がこの推測のもとに盗まれた品は 六号川の川底に沈んでいなければならないというので大々的に潜水譜を使ったり浚渫をしたりして川底をくまなく探ったけれどもとうとう品物が出てこなかったことであるけれども背も相当強いところだし海の方に押し流されたかもしれないし専門家の鑑定では押し流されてはいないということだったが川中に沈んでそのまま探し出せない例はいくらもあるから 深く怪しむに足ることではなかった新聞紙上でもまた世間一般の人も郵便車の惨劇は平沢の処理であることを疑わなかったようだ私も無論平沢の処理とは信じていたしかしここに一つ合点がいかないのは私立探偵杉原の失踪である彼は一体何の必要があって消息を絶ち 姿をくらましているのだろうか仮に彼を疑いの目を持ってみるとそれからそれへと怪しまれることがあるのであるまず第一に彼は今まで相当の名声を博していたけれども私は彼に会ったのは今度初めてであって彼の全身については少しも知らない人に聞いてみてもすこぶる曖昧であるところで そそもそも彼があの日大阪から三等急行車に乗り込んだのも疑えば怪しいというのはなるほど我々は例の解体犯人を追跡するためだったがその解体犯人が乗り込んでいるというのは杉原の見込みで彼が非常に主張するので私もその気になったのだがさて乗り込んでみると解体犯人は影も形もなかったそこで疑ってみると 彼は大阪から貴重品が積み込まれたのを知って解体犯人に事寄せてあの汽車に乗り込んだのかもしれない彼は汽車の中をたびたび往復したその間に郵便車の様子を探ろうと思えばいくらでも探れるまた横浜を発車する時に彼は私にいよいよ東京駅に着くからどうも解体犯人は乗り込んでいないようだけれども 念のためもう一度降りる客をプラットフォームで見張ろうそれには二手に分かれた方がいいから彼は全部に行き私は後部から見張ってくれと言ったそれだから私は横浜発車以後の彼の行動は全然知らないのである東京駅に着いてからの彼の行動にも合点のいかない節々がある第一彼は 郵便車の向こう側の戸が開いているかもしれないと言って飛び出したことが疑えば疑える彼が平沢が6号川の鉄橋付近で突き落とされたか飛び降りたかどっちかだろうと指摘したことも彼の明晰な推理の結果だとも言えるがあるいは前もって知っていたのかもしれないことに彼が柏木警部の言に対して うは張る必要ははるなかろうと言った言葉は最,も怪しい最後に最も奇械なのは彼が駅長室から無断で姿を消したことであるがあの時のことを考えてみると野崎が「犯人は紺のサージの服を着ていた」と言ったすぐあとの出来事で杉原は当夜紺のサージの服を着ていたのである。 彼はひょっと野崎が顔でも見知ってはいないかと思って慌てて姿を隠したのではなかろうか杉原が犯罪に関係があるとすると東京駅へわざわざ柏木警部を呼んでおいたことや六号川の鉄橋付近を捜索する注意を与えたことなど矛盾した行動がいろいろあるがそれは大胆な戦術でかえって嫌疑を免れる方法かもしれない。 しかしそう考えると最後に急に姿をくらましたのは切裂極まるし野崎の口から出てきた平沢の指の説明がつかなくなることによると杉原は平沢の共犯者として作動したのではないだろうか私は杉原に対してこうした疑惑を抱いたそうするとそれはまるで 泥沼の中に踏み入れたように疑惑は疑惑を生みずるずると深みに落ち込んでいってますます彼が疑わしく思い出して「この苦しみを私一人の胸にたたみ込んでおくのが到底耐えきれなくなってしまった」と事件があってから3日ばかりたったある夕ひょっこりと柏木警部が訪ねてきた。 意外な電話先日は失礼しました柏木警部は私の顔を見ると割に愛想よく笑った実は杉原君のことを伺いたくて来たんですがあなたの方でも行方が知れませんかねええ一向知れません私は答えた何か用が終わりなんですか ようというほどのことでもないんですが警部は言葉を濁しながらあなたが杉原くんと大阪から例の汽車に乗られたのは誰の意思だったのですか杉原くんですよ彼がどうも解体犯人が乗り込んだらしいと主張したものですからうんそれで杉原は汽車中を探し回ったんですなええそうです 彼はずっとあなたと一緒でしたかさあ汽車にはずっと一緒にいたわけですが必ずしも一つの社の中にはいませんでしたよ横浜からこっちはどうでしたか彼は全部の方にいましたし私は後部の方にいました彼が東京駅に着いた時に前後に分かれてもう一度降りる客を調べてみようといったものですから うん、警部は急に目を輝かしてうなり出したででのすすねそうです私は何気なく答えたが警部の乱々と輝く目で彼もまた杉原を疑っていることを十分知ることができた彼は確か紺のサージの服を着ていましたね 警部は言った。ええ、確かそうでした。と答えたが私は少し不安になってきて黙っていられなくなったまさかしかしいいや、なででもないのですよ。警部は慌てて言った実はね私の部下の者が野崎の下宿で。 杉原によく似た男が彼と親しくしているのを見たというものですからもしやあなたが杉原のことについてそんな噂でもお聞きかと思いましたね野崎の下宿で私はびっくりしたええ野崎はあのあと体力が十分に回復しないので役所の方も休んで下宿で静養しているんですが今日あたりだいぶ元気になっているそうです その野崎の隣室に杉原によく似た男がいて親しくしている様子があるというのですよへえ<ー>私は何のことか訳が分からないので目を丸くしたそれは本当に杉原なんでしょうかさあそこですがね柏木警部も とうししたような顔をしてじっと黙り込んだりん私も杉原についてますます機械なことを聞くのですっかり憂鬱になってしまったすると突然卓上電話がけたたましくなった私は電撃を受けたようにぎっくりとして飛び上がった「もしもし!」私はいまいましさに大きな声で怒鳴ったが次の瞬間に 夢を見ているのではないかとぼうぜんとした電線を伝わって響いてくるのは孫をかたなく杉原の声だったしかも彼はひどく愉快そうでウキウキとした調子で早口に一気にしゃべるのだったもしもし斎藤さんですねしばらくでしたおかわりありませんか私が不意に姿を隠したので面食らったでしょう <laughs> しかし私は元気ですよところでね今夜お暇でしたらぜひこっちへおいでになりませんか何ね釣りにお供をしようというのです夜釣りですよとても素敵なんですよぜひいらしてくださいそれからねあなたの方に柏木警部が行ってやしませんか来てるってそうでしょうでは警部もぜひお誘いください すぐおいでくださいね。商船の蒲田の駅でお待ちしています。何？柏木君が来るってええ、どうぞ。私はあまりに意欲しない出来事だったので、返事のしようもなく柏木警部に代わってもらった。杉原君か。柏木警部は押さえつけるような太い声を出しながら、君はどこで何をしとるんじゃ。 うん。すぐ出かけるよ釣り蒲田駅に着いた時には日はもうとっぷり暮れていた杉原はニコニコと元気よく私たちを出迎えたいやあ案外早く来ましたねちょうどよかったですよさあ出かけましょうどこへ行くんだい 警部は言った。釣りだから無論この付近の池さ僕はとても素敵なところを見つけておいたんだぜなんだ警部は眉をひそめた君は本気で釣りに行くつもりかね無論さこの通り釣り道具も用意しているんだ彼は手にした袋入りの継ぎざを示しながらさあ 遅れるといけないから早く行こう。何を釣るんですか？私は面くらいながら答えた。説明は後でしますから。まあいらっしゃい。警部と私は真面目とも冗談ともつかないような。杉原の言葉に狐につままれたような気持ちで。とにかく彼の後ろについていった。彼は線路の土手に沿うて、田んぼのあぜ道のようなところをずんずん進んでいった。 この辺りには用水堀のような池があちこち散っていて中には釣り堀になっているものもあった彼はやがて線路にすぐ近い一つの古池の前に至った釣り場はここですよ杉原は言ったたぶんこの池だろうと思うんですがねどうかその辺にしゃがんでくれませんかそれから断っておきますが、 声を出すこと、タバコを吸うことは禁物ですよ。とても神経過敏な魚ですから、ちょっとでも悟られると逃げてしまいますから。しゃがんでどうするんだね。警部は聞いた？じっとしてりゃいいんだよ。厄介千万じゃなロックい。ちょっとこの辺におればいいかね。さすがに柏木警部は杉原の考えが分かったと見えて。 素直にににかたらのさむらに隠れるよううしをろ結構結構んもどうか一つ。私は何が何だか分からなかったがしかたなく草むらに腰を下ろした寒さが腰を通して体にしみわたるので私は思わず街灯の襟を立てて震えた2人がしゃがむと安心したように杉原も 草むらへ身をししてしまった辺りが急にしんとした杉原と柏木の2人は私のすぐそばにいるはずであるが辺りは真っ暗だし雑草はぼうぼうと茂っているしまるで人けがないようだった月のない空は鈍く晴れ上がってバラバラとまばらな星が空に凍りついたように重苦しく光っている。 しんしんと寒く老けていく夜を口をきくこともできずたばこも吸えないでじっとしゃがんでいるのはとてもたまったものではなかった頭の上をゴーっと上りの汽車が走っていったそれからまたひとしきり元の静寂になったいったいどれくらいこうやってしゃがんでいるのだろうか私は たまらなくなって何度か杉原を呼びかけようとしては思いとどまったがどうにも我慢がならないので思い切って立ち上がろうとした時にふと向こうの方からパタパタという足音が近づいてくるのを聞いた私は頭を縮めて息を凝らした辺りが暗いのでよくはわからないが一人の男が竹竿を担いでやってきたのだった 彼は池に近づくとキョロキョロと周りを見回したがやがて手にした竿を捨てて池の中へザブザブと入り始めた私は思いがけない出来事に非常に興味を起こして一生懸命に怪しい男の行動を見つめた彼はザブザブと池の中を何か探るように歩き回っていたがしばらくするとひとところに立ち止まった そうして足元をしきりにかき回していたがやがてそこから何か拾い上げてそれを小脇に抱えながらザブザブと水を分けて岸に戻ってきた彼が岸にたどりついて凍りつくような寒さにブルブル身を震わしながら元来た道へ引き返そうとした時に彼の左右から2人の男がぬっと現れた彼は キャッという悲鳴を上げて小脇に抱えていたものを落として逃げ出そうとしたが無論二人のために難なく取り押さえられた二人とは言うまでもなく杉原探偵と柏木警部である怪しい男は二人に引き立てられて明るい方へ引きずられていった私はその後についていったいやいや 様は踏切に近くぼんやり明かりの差すところに行くと柏木警部は驚いたように叫んだき貴様はは野崎だな。郵便車の惨劇は君。杉原がその後から落ち着いた声で言ったこの野崎が真犯人さ見たまえ。 彼が池から拾い上げたものをこれが赤高能から噴出した品物だよ杉原は得意そうに彼の説明いかんと熱心に聞いている私と柏木警部の顔を見渡しながら言った。 僕はいきなりハンカチが平沢のものだということに気がついてこれは野崎が怪しいなと思ったのだ誰がああした教皇にわざわざ名前のついた品を選ぶものかねそれに野崎が犯人は平沢らしいということを一言も言わないのが不思議だ郵便車へはそう誰も出入りはできないのだしたとえ背後から出し抜けに飛びかかられたにしろ 平沢じゃないかくらいの疑念は起こすべきはずだ。言わんや彼は犯人の袖を見ているし、しかもそれが彼らの着ている制服と地も色合いも同じだと言っているんだからね。彼は案外に犯人は平沢だということを言っているのだ。さすがに直接にそれとは言えなかったのだろうが、すこぶる拙ないやり方だったよ。しかしか僕が 野崎の疑問手段だとカ破したのは線路側の出入り口のそばの床で腕時計のガラスの破片を拾った時だった彼の言うように車の中ほどで教官に襲われそのままコントをしたのなら壊れた時計のガラスの破片が出入り口のところにあるはずはない時計は平沢の死体を出入り口から放り出す時に壊れたのさそこで僕には 野崎のやり方がおおよそ見当がついた僕はすぐ推理で彼の教皇の順序を組み立てた僕が組み立てた通りに彼の計画が行われていたことはあの夜僕の言ったことがほとんど的中したのでお分かりのことと思う僕が野崎のそばから突然姿を消したのは実は彼に僕の顔を覚えられたくなかったからなのだ僕は考えた 彼はきっと六号川伊東の線路付近に盗んだ品を隠しているに相違いない彼はいつかきっとそれを取り出しに行くに違いないから彼と親しくしてそれとなく隠し場所のあたりをつけて彼が取り出しに行く現場を抑えようと思ったのだ僕は彼の下宿に入り込んで一日二日のうちに彼にうまく取り入ったそうして彼が僕の考えている通り 線路付近の池の中に盗んだ品を投げ込んでいることを確かめたので僕は警察で近々蒲田付近の池をさらう計画があると彼に告げたそれは彼に不安の念を起こさして早く貴重品の沈めてある池に行かせるためだったそれが今夜成功したというわけさじゃあ君が6号の鉄橋付近に死体があることや 非常線は無用などと言ったのはみんな君の推理の結果だったんだね僕は杉原の顔を簡単して見上げながら言ったそうですよまさか僕を疑っていたんじゃないだろうな柏木君ハハハハハ杉原は交渉したなお少し付け加えておくが野崎が激しい尋問に包みきれないで答えたところは 杉原探偵が推察したのと寸分も違わなかった彼はかねて大阪より積み込まれる赤鉱能に目をつけて記者が6号側付近にかかる少し前に油断を見すまして平沢を鉄棒で殴り殺し彼の指を切り取った後鉄橋から川中へ放り出しポケットから抜いておいた平沢のハンカチに麻酔剤を垂らして切り取った指を含んで あ水しかし赤紅能は無論平沢の死体を処置したすぐあとに切り破って目的の品を盗み出しかねて用意した箱に入れて油紙に包んで計画どおり線路のそばの池に投げ込んでおいたのだった彼はこうして平沢が 彼に飛びかかって麻酔させ貴重品を奪って徐行する記者から飛び降りて逃げ出したと見せかけるつもりだったがハンカチに小細工を呂したのとささいな腕時計のガラスの破片に気がつかなかったためにたちまち名探偵杉原清に見破られてしまったのだった。